ハローエブリワン、ようこそ山岸豊です。今日はこちらのポルシェ 911S を紹介したいと思います。今日は1974年式のポルシェ 911S に乗っています。この車は三ツ矢自動車が輸入して新車で販売されたディーラー車になります。1973年までがナローポルシェって言われてますけど、この1974年式の 911S はまあ73年と同じボディを持っているんですよね。ですから車幅がとっても狭くて、こちらの 911S のサイズは全長が 4300mm、 全幅が 1610mm、 全高が 1310mm、 そんなサイズなんですけど、実際に運転してみると本当にコンパクトなんですよね。僕の持ってる72年式の911とほぼ同サイズで、この74年式からバンパーが、まあ、通称ビッグバンパーって言われるゴムのね、衝撃吸収剤が装着される形になったね。デザインが少し変わりましたけれど、車重はまだ1060キロというとてもライトウェイトな重量に仕上がっています。オリジナルのタイヤサイズは18570の15インチなんですけれど、今日この車に装着されているミシュランタイヤは19565-15インチなんで、ちょっとサイズがワイドになっていますけれど、その辺がドライビングにはそんなに大きく影響しないんじゃないかなと思います。今日ドライブしている 911S はフルオリジナルコンディションのため正しい評価ができると思います。まずね、走り始めて一番最初に気がつくことは、とても乗り心地がいいんですよね。サスペンションセッティングももちろんあると思うんですけれど、この結構クッションの厚いオリジナルのこのスポーツシートが乗り心地には随分貢献してるんだと思います。そして現代の車と比べたらとってもハイトが高いタイヤ特性もこの乗り心地に一つ貢献してるのかなと思いますけれど、この辺がじゃあ実際に車速を上げていった時にどんな挙動を示すのか楽しみです。エンジンは空冷水平対向の SOHC で、排気量は2687cc です。そしてエンジンパワーは175馬力を2800回転で発揮します。トルクも235ニュートンあるんで、トルクフルなエンジンと言ってもいいと思います。じゃあ少し飛ばしていってみましょう。ちゃんとね、フロントに荷重を乗せてあげないと、
ないのかもしれないですけど、911をね、もしかすると強み通りのドライビングをしたんだから、ものすごくクイックに曲がってきます。後ろからもほとんどないですね。こんなに。加減でね、ブレーキングのコントロールで荷重をコントロールしてあげることによって、まあ、路面の変化に応じてきちっと車の姿勢をね保てたりするんで、やっぱりこういうワインディングだと路面の状況も変わりますから、常に修正修正っていうドライビングに徹することになるんですけど、そのね修正するにあたってステアリングだけじゃやっぱり足りなくて、それがブレーキングの本当にタッチとか微妙な動力の差できちっとコントロールできるっていう、やっぱりスポーツカーとはどうあるべきかっていうことをね本当によく分かってるメーカーなんで、ポルシェはこのあたりの味付けが、まあ、テストドライバーが素晴らしいもあると思うんですけれど、メーカーの考え方とっても素晴らしいと思います。だからこそこれだけ長く911シリーズって生き長らえていると思いますし、1974年当時でもこれだけ完成度の高い仕事をしている、やっぱりポルシェには頭が下がりますね。トルクが太くなっていくイメージですよね。まあ、3年まで回っていればストレスなく浮き上がっていくんですけれど、やっぱりパワーのね盛り上がりを感じるのは4000を超えてくらいからになりますね。レブリミットは6900に設定されてますけれど、まあ、マキシマム6800ぐらいでシフトしてあげた方が加速のつながりはいい感じですね。ポルシェシンクロって言われてます915ミッションですけど、みんな915はシフトのねペートの位置が分かりづらいとか言うんですけども、シフトノブを握る手に力が入っちゃってるんだと思うんですよね。普通にね乗ってあげるととってもスコスコと入りやすいし、ギアの位置も分かりやすいし、決してねそんな難しいことないと思います。今ね下り坂なんですけれど、ジャックアンダーステアのままですね、ハンドリングは、ね、やっぱりトラクションのかかりはね RR なんでもちろんいいんですけど、この大きめのロール量なんですけれど、ロールが大きい分タイヤにかける荷重のコントロールがしやすくて、ハイスピードでコーナーリングしようと思うとロール量が大きいと恐怖心を感じる方が多いと思うんですけれども、それはねやっぱり急がつく操作をしちゃうからなんで、まあ、ブレーキングはもちろんハイスピードドライビングする場合は急ブレーキをかけますけど、ステアリングを切るときはね本当に丁寧に
切り始めをゆっくりとじわじわっと切ってあげることで、しっかりとタイヤに荷重を乗せてあげることができて、その分グリップが増すことが可能なんですよね。基本に忠実に運転してあげた時にね、本当にびっくりするぐらいハイスピードなコーナーリング性能を発揮できます。この911S のボディはフェンダーがナローポルシェと同じようにフェンダーフレアが横にね張り出してないんですよね。でその分タイヤのトレッドも狭くて911カレラと比べるとおとなしく見えるんですけれど、意外とね走らせてみたら本当のボトムエンドの速度はあんまり変わらないくらい高い性能を発揮してます。だからこれはねやっぱり回答性の良さもあるんですけど、サスペンションセッティングとそれからやっぱり車重ですよね。この辺が大きく影響しているんだと思います。こういった中低速のワインディングを走るには最高に楽しい車です。911ももちろんいいんですけど、やっぱり僕的にはこの当時の911が、ベストかな。意外と高速道路もすごくスムーズだし速いし、で何より今日朝東名高速走ってきましたけど全然疲れないんですよ。ストレスが全くない。この辺りがねやっぱりコンパクトなサイズなんで風切り音も小さいですし、加速性能的にはもう必要にして十分以上です。だから最近の新しい911に関してはもちろんそれはそれで違った魅力はあるんですけど、なんかこうスポーツカーっていう定義で見た時には圧倒的にこの1974年の 911S の方が2022年の911カレラよりもポイントが高いと思います。こればっかりはね比較して乗っていただかないとなかなか分かりづらいんですけど、一番のポイントは人馬一体感ですかね。サイズが小さいっていうこともありますけど、このノンアシストのブレーキ、それからステアリング、もちろんトラクションコントロールもないし ABS もありませんから全部人間がコントロールしてあげなきゃいけないんですが、ドライバーが介入する領域が大きいっていうのもやっぱりスポーツカーを操る楽しさをより大きくしてるんだと思います。このクレーンエンジンのこのサウンドがやっぱり好きな人にはたまらないですよね。あとこの74年式の 911S の特徴としてシンプルなクロームメッキ加工が施されたこのドアミラーなんですよね。それとリアの三角窓が両方とも開いてくれるんで、ここがちょこっとねしか開かないですけれど、それでも室内のエアを外にしっかりと出してくれることによってすごく快適に運転できます。今日はね気温が27度ぐらいはあるんですけど全然汗かかないぐらいめっちゃ快適です。あといつも見慣れたこのコックピットの眺めなんですけど、センターにタコメーターがあるってやっぱりいいですよね。僕なんか結構ねこの見慣れたコックピットの形からずっとレースやってるんで、なんかこのボレメーターを見れるとホッとします。 Thank you for watching.
最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。